でもそれで河原塾入った時に日本一のなり方というか、まあ、チャンピオンとはっていうのを先生にいろいろ教えてもらって、はい、その中ですごいこういうことなんだなと思ったのは、やっぱりそのチャンピオンを取りたければチャンピオンに学べっていう、うん、まあ、マスター自身その長くやってチャンピオンをたくさん取ってきたので、はい、この人が直接指導をしてもらうことで本当にチャンピオンの近道と、はい、なるための道筋っていうのをすごく教えてもらったんですけど、一人でやってもなかなか自分がいいと思っても周りが認めてくれなかったんですけど、でも僕の時15人ぐらいだったの、15人ぐらいの中で毎日がコンテストのように指導を受けて、自分が何を言われるかではなくて周りの人に自分先生が何を言ってるかも同時に吸収することによってその成長スピードがすごく速くなって、もともと美容師って僕自身は個人プレーだと思ってたんですよ、まあ、デザインとかも結局はお客さんと対面した時に自分が一人でやると思ってたんですけど、この店の教育とかも今につながる部分がすごくあるんですけど、チームで勉強することによっての相乗効果っていうのがすごく変わる塾で学んで、さっき僕あのちょっと話してるのちょっと聞こえてはいたんですけど、ちらっと身近にチャンピオンがいるとチャンピオンが取れる気がするじゃないですか、はい、ああ、奥様の話だ、それは本当舐めてるのかと思ったら僕は飲めるでもそれって本当にすごく自分が取れるかどうか、まあ、近くにいるから取れるっていうよりは一緒にコンテンツに参加するときに自分と一緒に練習したメンバーが実際に優勝すると、はい、ちょっとの差で次は自分がいけんじゃないかなとか、はいはい、そういうのをすごく感じる機会が多かったな、それは本当にその通りだなって、うん、ただ美容学生を中心に河原塾っていうのは14年でしたっけ、14年やってきたんですけど、でもその中で一番やっぱ重要なのは素直に学ぶこととか、あの自分の価値観、僕はこれが好きっていうのももちろん、ね、18、19の子もあるんですよ、好きなものとか偏ったデザイン、自分がこういうのが好きだっていう、はい、個性もあるんですけど、個性もすごい大事だけど、まずは教えられたこともしっかり学んで吸収して表現して、うん、少しの自分の個性とかっていうものを身につけていかないと何も分かんない状態で自分の主観で物を作っていくとものすごい遠回りなんだなって、とんでもないっすね、めっちゃくれってあとなんかこうチャンピオンの作品とかデザインの部分なんですけど、最初からそれが思いつくわけじゃなくてちゃんとルールというかベースになるものからのずっと繰り返した進化っていうのが続いてくるんで、その進化の中で誰も考えつかない究極の形とかっていうものが生まれてくるので、一発でパッと思いついて用意どんでデザインを作るんじゃなくて、まあ、チャンピオンってそれなりにもっと逆算をして前の前から、ね、去年から延長線上がずっと続いていく上で本番のコンテストで優勝を取れるっていうのをすごく、まあ、河原塾全体を見て学んできた部分だったので、まあ、いつも常日頃意識をして努力をすることっていうと、まあ、学生に対してはすごく自分がチャンピオンになるのに自覚がないと取れないよっていうのを14年間一緒に見てきた中で、はい、学んできた。コーチとしてはすごいプロなんだよな、コーチがこっちが学ばせて、はい、教えてて、あやっぱもう練習中から分かるもんですか、この子はもう行くだろうなって。いや分かるんだけどさ、なんかこう突然変異っていうのが出てくるんですね。だから前あの2人10と10人もう練習中は全然ないんですよ。前日にお前ひょっとしていけるかもって、急にポンと上がって前日だよね、うん、そしてこう光るところを僕たちが見つけるの、これをもっと作れって言って、やっぱりコンテストって3ヶ月後だったら緊張感やっぱり出ないんだよ、もういつも練習が本番で本番の方が練習って言ってるのにかかわらず1ヶ月前でも本気にはならない、ところがコンテストの1週間前、成長すごいよね。前日とかでも急に伸びるみたいな。そうなの、1週間前だったらみんなが求められる。だからこの中で誰がチャンピオンを取ってもおかしくね、って考えた。紙一重でチャンピオンかそうじゃないかってなったら、卒業生って卒業生しかチャンピオン取れないんだけども、後のみんなも卒業生もチャンピオンだからすごいことないよね、ちょっとで僕がみたいなことをみんな持ってるから。でもそれだけみんな努力してるんですよね。それって僕だけだったらなかなか教えられないんですよ。やっぱり年が離れすぎてて子供ですから。でも後ろやつだったら兄貴、卒業した次の年からだったら年が下がらないって言われたら、気づけば10何個差が出てきてそれも純先生が見てもちょっと渋谷さんにお願いしたいなと思ったのは、
ですね、正直、うん、それと僕に、まあ、彼がまだ学生で管理職入る前に僕に、まあ、うちに実習かなんかしようかなんか来てしまあ、実習って留学生が夏休みとか冬休みに3日か5日間実習するんですよ、はい、そして実習生だったんですけど学生対僕は美容師ちょっと、飯食うかと思ってお前ビールレンタルで入ったっていうか昼間からビールの中から話して、はい、どうだ学校はって聞いたら、はい、いや僕は学校は高校に行った聞いたことがことごとく、はい、そこまでこいつ考えてるんだっていうのは他の学生とは違ったし、はいはいはい、なんか学校の先生の在り方とか、はい、そしてまたまたま川根塾生川根塾っていうのは授業じゃなくて授業が済んだ後に部活なんですよ、はい、部活でずっと行ってたから、はい、昼間じゃないんですよ、して昼間僕が先生やってそして川根塾をやりだした時にうちの奥さんが先生を呼んでいろ変わったの、うん、奥さんが10年ぐらいやってて病気にこなったので、はい、一昨年だったんです2年前です2年前から奥さんと川根塾だったんです、まあ、渋谷さんが出られてるはいはいだから、はい、もう渋谷がどこ行っても喋ってることが僕が喋ってることと一緒なの、うんまあ、経験の分だけ精神的なことは僕の方が喋れるんだけど技術的な面とか流行の分とかは渋谷の方が僕をベースにしてどんどんその吸収をしてるんで、まあ、カット交渉の方が絶対にこっちの方が上手だし、うん、もうこれ野川の喋ってることは僕の喋ってることと一緒っていうことを僕は信じて疑わないけど完全に右腕ですね。もうね、あそこだからこそここの店長なんですけどね。ちょっと仕事しよう。ああ、とんでもない。すいません。素晴らしいですね。というか、お互い、僕が長距離ランナーのチーターで、彼は全力疾走のチーターなんですよ。ああ、どっちもチーターなんですね。チーターでした。おお。でも僕は長距離ランナーのチーターだから、結構体力が強い。はい、彼はもう短距離が違う。わーっと。あとは映らないですか。あー、じゃあまさにチーターというかね、流行ファッション。幸せって何ですか、デン先生。もうこれだけははっきり小学校に言うことなんですけど、まあね、これはあの、賛否両論あると思うんですけども。今回も動画見ていただき誠にありがとうございました。ぜひですね、皆さんの感想、要望をですね、コメント書いていただければ嬉しいです。そして合わせて高評価と、そしてチャンネル登録、このですね、3つぜひお願いいたします。それではこれからですね、どん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 面白い動画出していきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。